今年12月に開通予定の女川町の出島大橋で地元の子どもたちが橋をキャンバスに絵を描くイベントが開かれました女川町では出島大橋について知ってもらおうと地元の子どもを招いて見学会を開いていて今日は女川小学校の児童およそ100人が参加しました見学の後 舗装前の橋の路面をキャンバスに絵を描くイベントが開かれ子供たちは街での生活を思い返したり伊豆島大橋の完成を想像したりしながら思い思いの絵を描いていました伊豆島大橋は女川本土と伊豆島を結ぶ全長3 6 4メートルのアーチ橋で 町がおよそ170億円をかけて建設を進めています。完成すれば、島内の産業の活性化や生活の利便性の向上のほか、原発事故や災害時の避難道路としても期待されています。楽しみです。島がもっと楽しくなったらいいなと思います。夏休みとかに友達と、 海水浴とかバーーベキューをしたいです今後、児童が描いた絵の上をアスファルトで舗装し今年12月19日に開通する予定です。